あの小室圭さんと眞子さまのご結婚の問題が本当にもう迷宮入っちゃってるっていうか本当大変なことになっちゃってで僕はやっぱりあの何回も何回も何回も言ってますけどもできればねあの小室圭さんと眞子さまが一人の人間同士としてお幸せになれればねあの本当にお二人の気持ちが確かなものだったらあのお二人が人間として幸せになれるような形がいいと思うんですけども。であの ただ皇室の問題っていうのはいろいろそのシステム上の問題があってそれをちゃんとあの、まあ、男性皇族をの数を十分にそのもあがないと非常にシステム的に安定しないんで、えー、旧宮家の方々が皇籍に復帰されることを僕は強く、えー、と支持するとだからつまり悠仁さまだけにその次世代のことをいろいろまあ 悠仁さるのはまた日差し人様に大変な重圧をかけることになるし悠仁さまの生き方をまたいろいろ縛ってしまう可能性もあるんで僕はあの男性根本は今回の問題の根本は男性皇族の数が少ないから悠仁さま内しは悠仁さまの周りの方眞、まあ、子さまですよねに過大な注目が集まってその方でまあ小室圭さんというちょっとねやっぱり非典型的な プロファイルを持ってらっしゃる方のとのご結婚の問題がえっと、ここまでクローズアップされてしまうってことになってるっていう風にあの思ってるです。それについては、まあ過去いくつかの動画でえっとお話してきたんですけどで、僕ここでちょっと一つまあ、こういう日本だったらいいなって思うことをお話したいんですけど、僕は nhk が眞子様の単独インタビューを。取材して流せるような国だったらいいなって思うんですよ。このタイミングでもう。 こ,ことがここまで至ってしまうと、またあの、さまざまな、報道が、ね。に、おお、そうすと、その、今回の一連のことについて、小室圭さんの、その。反応の仕方とか、とそういうことについても、その眞子様のご意向が随分、あの。働いているというような報道がなされてきてますよね。だ、眞子様が本当に小室圭さんのことを、大事に思っていらして。で、小室圭さん側から出てくるさまざまな反応とか、文書みたいなことについても。眞子様がどうも、えー、事前に、あの、まあ、把握されていて。 であの、まあ、そういう,うにされたらどうっていうふうにおっしゃってるっていうようなことのようなのであのこの眞子様のインタビューっていうかそのいわゆる宮内庁の会見とかそういう形じゃなくてどういう真意なのかってことをあの聞けるような国だったらいいなとでこれは無理だろうと思うからあのあえて今ここでお話してるんで無理じゃないと思ったら NHK の人とかに「いやそういうこと絶対やった方がいいですよ」って言うと思うんですけどまあ、日本では絶対無理だと思うんで。あの まあ、かつてですね BBC があのダイアナ妃のインタビューを放送したことがあったんですねこれはあの1995年の11月20日に、えー、放送されましたで僕この時はちょうどあのイギリスに留学してた時で、えー、リアルタイムでその BBC のインタビューを見たんですけど「パノラマ」というあのずっと,、えー、と BBC が放送している、えー、と番組でやってこれがですね大反響になって、えー、と当時ですね 2,300万人の人が見たとこれはあの全人口の39.3%の人が見たということで大変な視聴率になったんですけどでこの BBC のインタビューはあの、まあ、当時、まあ、チャールズ皇太子とのかけこととかいろんなことで、まあ、ダイアナさんが悩んでらっしゃってでそのダイアナさんに対して、えー、BBC がですねひそかに、えー、そのインタビューを撮,撮影してそれを放送したんですけど BBC の放送史上、まあ、画期的なっていうかもう歴史に残る スクープだと言われていますで、えー、ダイアナのインタビューをしたのがマーティン・バシャーっていうバシアーって発音するのかな、えー、とジャーナリストでこの人はこのことによってその年のですね、えーとえー、バフタバフタっていうのは、えー、とイブリティッシュアカデミー・テレビジョン・ア、え、ワーズえっと何ていうんでしょうかうんとイギリスの,そのテレビの最高のショーの、えー、とそのショーをそのダイアナさんをインタビューしたジャーナリストがいもらってるんですけど。 でこれすごくあの今ちょっと改めて僕当時も言っててすごくびっくりしたんですけどそのダイアナさんが自分の気持ちをね率直に言ってたんですけど、えー、と今ちょっと見てたらその、えー、とインタビューしたのがケンジントンパレスだったらしいケンジントン宮殿だったらしいんですけどそこにその BBC のカメラクルーが入る、えー、ときにそのインタビューするってこと自体を密かにやってたらしくて、えー、新しい w i f i システム w i f i じゃないえー、っと w i f i なさないな。 えと要するにオーディオシステムを搬入するというふりをしてあの BBC のクルーは入ったみたいですね。えー、っと w i フ f i はその当時ないんで、えー、とオーディオシステムを、えー、と入れるという手であの、えー、あの入ったようですその設備を持ってですね。 でその事前放送直前までえっ、ー、と本当に BBC のその上層部にも秘密にしててで放送したわけなんですけどでこれについてのえっ、ー、と賛否は当然あったわけなんですけどただ大事なのことはこの BBC の、えー、と1995年11月20日のパノラマのダイアナ妃のインタビューによってダイアナ妃のダイアナさんの真意っていうか本当に思ってることがあの 明らかになったんですねそれはやっぱりその後のイギリスの世論とかにすごく大きな影響を与えたんだと思うんですけど僕眞子さまが本当にどういうことをお感じになってらっしゃるかってことは知りたいと思うんですよねやっぱり。てか知るべきだと思うんですよ我々は、ね、このだって眞子さまと小室圭さんのご結婚の問題っていうのは何というかもう国民的な関心事になっちゃってて本来結婚っていうのはお二人があの相手のこと大事だと思ってて結婚できたら いいわけでしょだけどあのそういうことができない状態になってるわけじゃないですか。だから眞子さまこ様が本当はどういうことをお考えになってるのかとかそういうことは知りたいわけなんだけどこれやっぱりかんもうやっぱりね今までの皇室報道とか宮内庁の,そのパブリックリレーションズのやり方っていうのはつつがなく控えめにっていうふうになってきたんだけどこの問題に関してはちょっと無理だと思うんですよねそういうアプローチでは。ただの、ま、のその真意を 知ると言っても宮内庁の,その官僚組織の中でいろいろ今までの積み上げの中でやってきたってそういう十分なインタビューの時間を取れないと思うんで、あのー、ちゃんとした優れたジャーナリストがインタビュアーがあの眞子さまにそういうのをお聞きするという機会があったら絶対にいいと思うんですよ。あのだってどういうことをお考えになってるか分かんないじゃないですか。まこもそういういとをあのお話にななる機会がくくてすごく、まあ 要するに残念な状態だと思うんですよでもちろんあの例えばですよあの今の時代ですからまこ様が自分で動画を撮ってそれを YouTube とかにリークするとかそういうことあって可能だと思うんですよねやり方によっては僕そういうことをやられてもいいと思うんですよまこ様もしご覧になってなったらいいと思いますよもう現代なんでってかもうこの状況になってしまったら今までのやり方にこだわる必要は僕は全くないと思うんで 眞子さまあの東宮御所にもしいらっしゃったらこれ見てないと思うんですけど僕はありだと思いますよ YouTube であのもう動画撮って YouTube に出しちゃうとかリークしちゃうっていうのはありだと思います僕は賛成しますそういう方もされたとしてもだっていろいろ誤解をされてるところもあるんでしょうからねただちょっとそれがあまりにもちょっと過激だということならばその NHK が公共放送なんですから眞子さまの単独インタビューを撮ってそれを放送するってことはあっても僕は いいと思うそれが公共放送の役割だと思うんですよでその結果その世論がどうなるかって分かんないじゃないですか分かんないけど少なくともその小室圭さんの文章だけとかで我々今把握してるのを眞子さまはどのように考えてらっしゃるのかっていうことが分かることによってん人々がいろいろ考える機会が得られるんで是非眞子さまこれおそらく宮内庁を通すとなかなかややこしいことになっちゃうと思うんで。 そういういこともありますととちょっとあの,お伝えしますあの BBC があダイアナ妃のインタビューをそういうふうな形で放送したことがありましたとそれから NHK の方々もちろん実現しないことは分かってるから言ってるんですけどまあ公共放送の相方としてね NHK の皆さんこういう時に眞子さま様の単独インタビューを放送できるような公共放送だったらよかったですね。<laughs> 日本ででは無理なことは分かってるんですけど やっぱり僕は人間ががない気すするんですよあの今のこの眞子さまと小室圭さんとの,あのご結婚の報道については当事者たちの声が全然聞こえてこない「おかしいですよね」だって周りが推測でいろいろものばっかり言っててで小室圭さんもまあ明らかに小室圭さんの場合はちょっと大変なことがあるわけじゃないですかお母様のこととかお母様の元婚約者の方に対する。 あのこととかただそれってよく考えると別に小室圭さんん本人の問題じゃないんですよねと当時だって小室圭さん未成年だったわけですからだから小室圭さんをすごくなん,かなんていうかまあ小室圭さんのお人柄とかね生き方とかについてはいろんな意見があるんでしょうけどでも小室圭さんの。 直接的な責任じゃないことについていろいろ言われててああいう弁明の書類を出されてるわけなんだけどじゃあ一人の青年としての小室圭さんはどういう人なのかとかそういうことについては全く伝わってこないわけですよ間接的にしか。ということは眞子さま様についても小室圭さんについてもそこに人間がないんですよ報道,報道のされ方とかが。なんでよくないなと思うんですよこの状況はね。だから本来はまあ もういい俺小室圭さんも,も YouTube で出しちゃったらどうですかニューヨークにいる小室圭さんいいと思いますよもうあのこれ以上は悪くなんないですよどんなことになってもあのいや俺は強くお勧めしますけどねもうね従来の皇室報道とか皇室のパブリシティの枠内ではこれは対応は無理だっていう風に僕は感じますけどねなのでいやあのー。 おやりになられたらいかがでしょうか動画を YouTube に出すとかで、まあそれはちょっと本当じゃないっていうこと特に真子様について本当じゃないんだとすると NHK の単独インタビューってのは僕はいいと思いますけどねそういう事例が、えー、と BBC であったということ1995年11月20日です、えー、それをお伝えします、えー、はい、以上でございます